こんにちは。今日はですね、業務スーパーの購入品をご紹介したいと思います。もうね、業務スーパー、動画にした後から2、3回は、行ってるんですが、なかなか動画にするあれがなかったので、今回は4回目ぐらいなんですが、もう、動画にしたいと思います。で、食べた感想も動画にしてくださいというリクエストをいただいたので、今度まとめてですね、食べた感想を、アップしようと思っていますので、そちらもどうぞ参考にしてもらえたらなと思います。それでは今日は、今週の購入品ということで、業務スーパーでの購入品を紹介していきます。まずはおうどんです。こちらのさぬき冷凍うどんを購入しました。 200g5 食入りで150円しませんでした。確か140いくらだったかなと思います。今回はちょっとパッパッと紹介するためにレシート見ながらではなくて、テロップに、値段入れておきますので、そちらでご確認ください。これね、すごく安かったです。安そうと思って買ったんですけれども、やっぱうどんって冷凍でストックがあるとね、お昼ご飯めんどくさいなみたいな時にパパッとできるから、本当に、助かってるものです。で、続いてはこちらのささみチーズフライです。こちらはリピート品になります。お肉もしっかりとジューシーでしたし、チーズもとろっとしてすごく美味しかったです。娘も結構ね、バクバク食べてくれたので、これは、我が家では外せないものとなりました。もう2回ぐらいリピートしてるかなと思います。で、続いてはこちらのミックスベジタブルです。これはグリーンピース、トウモロコシ、人参が入った、ミックスベジタブルになります。これはね、子供用に買いました。あんまりお野菜を取らない子なので、スープとかピラフとかサラダとか炒め物とか、まあいろいろなものに使えるかなと思って、今回はこれを購入しました。そして続いてはポテトです。ポテトね、もうあらかじめ切ってあるのですごく楽です。ほら、あらかじめね、カットされてて1キロで、冷凍なので結構日も長持ちするだろうし、じゃがいもって今からの季節どうしても使おうと思って買ってても芽が生えてきてたりだとかするじゃないですか、あったかいから。だからそれで何個か私ダメにしちゃったから、冷凍があるとすごく助かるなと思いました。これすごいいいよね。まあ、そうだ、原産国名がね、中国になっています。で、前の多分動画でご質問いただいたんですが、なぜかそのコメントが見つからないので、こちらで回答させていただくんですが、中国産気になりませんかっていうね、コメントをいただきました。まあ確かに中国産、結構私も原産地気にする方なので気にはなるんですが、安さには勝てないなというところがあるのと、あとは生肉っていうのかな、普通の豚バラだったり豚ロースだったり、ああいうなんていうの、調理してから冷凍されていないもの、生肉加工されていないものは基本的には中国産とかブラジル産とかね、鶏もも肉とかブラジル産多いけど、あまり買わないようにしてて、普通のスーパーで国産のお肉を買うようにしています。なので、まあ原産地中国なのはお野菜とかこういうのは、まあ、気になるのは気になるけど、まあ、お肉じゃないからいいかなみたいな、ちょっとそこは安心感というかそういうのがあるので、この辺は気にせずに使ってます。続いてはこちらです。キノコミックスですね。椎茸、ひらたけ、ひらたけ椎茸、ひらたけ、酒つばたけマッシュルームが入っているものなんですが、酒つばたけ、ひらたけっていうのは初めて聞きました。なんやろう、ひらたけって何、エリンギみたいなことかな、なんかね、こんな感じ、エリンギみたいなこと、まあよくわかんないや。食べてみましょう。そう、これはガーリック炒めに、アスパラとか、あとブロッコリーとかとガーリック炒めにしたら美味しいのとか、アヒージョとかもできるし、私結構キノコ大好きなのでこれを買いました。そして続いてはこちらです。ロールキャベツです。これ 600g10 個入りですね。電子レンジでもできるし、お鍋にね入れてもできるみたいです。電子レンジでできるなんてすごい簡単だなと思って購入しました。耐熱容器にロールキャベツを並べて、ひたひたになるまでだし汁を入れてラップをかけて約10分だそうです。めっちゃ簡単、ランチでも全然いいと思うし、いいよね。私ロールキャベツ大好きなので、娘と一緒に食べたいと思います。はい、そして続いてはこちらの豚ミンチ購入しました。豚ミンチ、これ2回目ですね。リピート品になります。バラ冷月で国内加工なので安心だなと思ってこれを買いました。400g でしたね、これは。お値段も前回と変わっていません。
これ何に使うんやったかな。あ、そうそう。で、今回のこの豚ミンチ、前回の豚ミンチはハンバーグに使いました。結構ね、ジューシーで、豚なので油がね、油分があるので、こうジュワっていう感じが再現できてすごく美味しかったです。で、ソースにあのびっくりドンキー風のオニオンソースを作ったので、もう相性抜群、めちゃくちゃ美味しかったので、今回また、今週の献立に入ってるので作りたいと思ってこの豚ミンチ買いました。まあ唯一こういう冷凍食品系でも国産、国内産があるので、私はこういうのを買うようにしています。はい、それでは2袋目いきます。今日はね、2袋で終わりです。ではチュロスです。チュロスって言うんですね、これ。チュロスじゃなくてチューロスっていうみたいです。あのチュロスと同じかは分かんないけど、とにかく業務スーパーでこの人気のチュロスが食べたくて食べたくて仕方がありませんでしたが、行くたび行くたび品切れ入荷待ち状態だったので、今回ね、たまたま会ってよかったと思って。でももうね、私が行ったところでもラスト4つぐらいしかなかったので、まとめ買いしようかなと思ったぐらいなんですが、美味しくなかったらね困るので、とりあえず1袋にしておきました。これ値段が99円なんですけど、めちゃくちゃ安いじゃないですか。99円って何って感じで、値段に飛びついて買ったんですけど、180度のたっぷりの油で凍ったままの本品を3本あたり3分から4分揚げますらしいです。ね、これ甘いのかな、どうなのやろ。なんか上から蜂蜜とかグラニュー糖とかかけて食べるみたいなんですけど、これ自体が甘いのかちょっとわかんないけど、今度おやつに食べてみたいと思います。そして続いてはこのごまを買いました。すりごまの方をね買いました。普通のすりごまです。こうお値段がね70円ぐらいですごく安かったのでここで買ったんですけど、なに、どうした、ちょっと待ってて、待っててくれる、映りたいの、映りたいの、いやいやいや、はい、パパどこ行って、失礼しまして。で、このごまは70円ぐらいですごく安かったので購入したんですが、最近手作りでごまドレッシングとかを作るにハマってるので、結構ごまはね、我が家は大量に消費するので、すりごまストックとして購入しました。はい、そして続いてはもう、ちょっと待って、キャベツ買うの忘れた。キャベツともやしのお味噌汁しようと思っとって、キャベツ後で買おうと思っとったんやけど、キャベツ買うの忘れたので明日また買い直しに行かん。まあいいや。はい、もやしこちら28円でした。わー、また来たので、こちらがヨーグルトです。ヨーグルトも98円ぐらいで、100円しないぐらいですね。プレーンヨーグルトで砂糖とかが入っていない、普通のものになります。で、こちら砂糖とか入っていないので、バナナとかねに混ぜて朝ごはんのお供です。こちらは牛乳です。もう牛乳は行ったら必ず買うっていうぐらい買ってます。これは98円でした。そう、牛乳は私が毎朝コーヒーを飲むので、それに混ぜるのと、あとは最近ハマってる抹茶ラテの牛乳を混ぜるのと、あと娘も寝る前にホットミルク飲んだりだとか、朝起きた時に牛乳飲んだりとかもするので、牛乳の減りがここ最近すごく早いので、2本ぐらい買えばよかったかなと思うんですが、とりあえず1本で終わらせてきました。はい、今回の購入品は以上になります。またちょっといろいろ食べてみて美味しかったらレビューもしたいと思うので、その動画上がるのを待っててください。すみません、いつも遅くなってしまって。はい、では今日はこのあたりで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。